男なら、どんな苦しみにも黙って耐えろ。男なら、男に生まれたなら、まずは手始めにコーラを一気飲みした後、ゲップを出すことなく47都道府県を全て言い終えてやるぜ。男なら生理現象にも黙って耐えろ。一般人ならきついであろう、このコーラの一気飲みですら、俺にとっては朝飯前だぜ。詐欺里山での修行中にいつもコーラを飲んでいたからな。風呂小滝さんにはよく怒られたもんだぜ。 やめなかったかなあっという間に飲み干してやったぜさあサクッと言い切ってやるぜ北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜うんダメだ,めだ男ならどんな痛みにも黙って耐えろ次は洗濯ばさみチャレンジだこいつを少しも痛がることなく腕にびっしりと100個ほどつけていこうと思うどんな痛みだろうが 弱音一つ吐かず平然と耐え抜くのが真の男だからな。ふん、余裕だな。むしろ気持ちいいくらいだぞ。痛い痛い痛いむしろ痛いむしろ痛いこれ今が一番男ならどんなに冷たくても黙って耐えろ。次は氷水チャレンジだ。キンキンに冷やした氷水の中に30分間手を突っ込んでやるぜ。極限状態まで手を冷やすことにより、体が本能的に通常の太陽に戻そうと急激に熱量を上げる。 そうすることでいつもより3倍の力で戦うことができると鱗滝さんは言うが本当かどうかは分からないしかし意外とぬるいなこれなら30分など余裕で耐えられる男が招けばびっくりしな 男ならどんな暑さにも黙って耐える。次は熱々おでんチャレンジだこいつを少しも厚がることなく一気に感食してやるぜ剣士たるもの炎の中での戦闘も強いられるだろうこの程度ごときで暑がっているようじゃ剣士として男として失格だからなさっさと平らげてやるぜぬるい弱いこの程度ならペロリと感食できそうだな無理男なら どんなムズムズにも黙って耐えろ次はくしゃみ我慢チャレンジだこいつを鼻に突っ込んだまま一度もくしゃみを出さずにウイロウリを読み上げてやるぜ戦闘において一瞬の隙が命取るくしゃみ一つ我慢できないようじゃ岩を切るなんて言語道断だないいか我慢できずくしゃみをしたら死んだと思え <laughs> 男なら、どんな自虐プレイにも黙って耐えろ。次はセルフシップチャレンジ。だ自らが繰り出す最強の技に己の体が持たないようじゃ。使い物にならないからな。どんなパワーで来ようか。悲鳴一つ上げず耐え抜くまで強め男なら、どんな苦手な食べ物も黙って食べろ。次は嫌いな食べ物克服チャレンジ。だ俺が唯一にして一番嫌いな食べ物がこのパクチーだ。 この独特の香り <laughs> 平然と食べてるやつの気が知れないぜしかし俺が弱音を吐くことは決してないなぜなら男だからだ心の底から安心しろ泣き言,言言わずにお前を食ってやる無理無理くっせ本当ならおかわりが欲しいくらいだがまあ <laughs> 今日はこれくらいにしといてやるか北海道あんまりいる